どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが8月20日金曜日の試合前なんですけれども、タイガースは昨日の試合ベイスターズに敗れはしましたが、現在2カード連続の勝ち越し中ということで、まあ状態はいいです。で、今日からドラゴンズ3連戦ということで、まあ新しい戦力補充としてガンケル投手、マルテ選手、まあこの2人がどのタイミングで上がってくるのかっていうところですよね。まあ今回の動画ではこの2人について、まあ、最新情報を照らし合わせていきながら、どのタイミングで上がってくる可能性があるのか、で上がってくると他の外国人選手の起用法というのはどうなっていきそうなのか、まあ、この点について深掘りをしていきながらお話ししていきたいなと思います。では早速お話をしていきますけれども、まずはタイガースは今日からバンテリンドームでのドラゴンズ3連戦ですね。まあ、ここまで2カード連続の勝ち越しという形で、まあ、いい状態で来てるんでね、まずは今日の初戦をしっかり取りたいところなんですけれども、ここでねドラゴンズのローテーションというのを確認していこうかなというふうに思います。でまずは本日金曜日の先発なんですけれども、ここはすでに発表されていますが柳投手ですね。柳投手の今シーズンのここまでの成績なんですけれども、17試合に登板して防御率が 2.38、7勝5敗ということで、まあ今シーズンのドラゴンズのローテーションの中では一番安定している投手ですね。で前回登板はジャイアンツ打線を6回1失点に抑えましたけれども、勝ち星はつきませんでした。でタイガース戦は前回一度対戦がありまして、その時は8回無失点に抑えられてます。まあ4月の3日京セラで山本選手が最終的にサヨナラを決めた試合ですね。前投げ投手にはちょっと手も足も出なかった印象がありますけれども、まずはこの初戦でしっかり弾みをつけたいところですよね。でタイガースの先発は西投手、まあ、通算100勝に王手をかけてずっと足踏み状態ですから、まあ、なかなかうまく噛み合わない試合が続いてますが、今日こそはというところですね。で続いて土曜日の予想先発はロドリゲス投手ですね。でロドリゲス投手の今シーズンの成績ですけれども、4試合に登板しまして、そのうちは3試合が先発、防御率は 4.82 で0勝2敗ということで、実はロドリゲス投手今シーズンまだ勝ち星がなくて、前回の登板というのも5回4失点で四死球4つと、まあ、制球に苦しんでるんですね。まあ、ボールはね去年からもずっとそうなんですけれども早いんですが、まあ、今シーズンは特徴の三振を奪うということができてない印象ですね。去年は全体で奪三振率が 10.22 と、まあ、めちゃくちゃ高かったんですけれども、今シーズンは 7.71 に落ち着いていると。なのでいかにボール球を見極められるかですね。でタイガース戦は一度今シーズン登板がありまして、その時は6回3分の2 1失点ということで、まあ、ここも抑えられているんですね。まあ、ただこの時もフォアボール3つ出してますから、おそらく二保投手との争いになるかと思うんですけれども、攻略に期待したいなと思います。そして最終日の日曜日に関しては小笠原投手が予想されますね。で小笠原投手のここまでの成績ですけれども、16試合に登板して防御率が 3.20、 6勝5敗ということで、今シーズンはローテを守りながらまずまずの安定感を見せている印象ですかね。で前回登板は4回4失点ということで、まあ、この3連戦は後半戦初勝利を狙ってくる3投手なんですね。まあ、なので向こうもかなり気合が入ってるのかなというふうに思います。でタイガース戦に関しては今シーズンここまで2試合登板してまして、防御率が 3.86、 まあ、0勝1敗ということで、まあ、タイガース打線はあまり苦にはしてないですね。でやっぱりこの3連戦はバンテリンドームでの戦いになりますんで、まあ、横浜3連戦のように足を使った攻撃っていうのもしていきたいですよね。まあ、かなり向こうも警戒してくるとは思うんですけれども、うまく攻めていきたいところです。さあではここからはですね、気になる外国人選手の情報についてですね、まあ、いろいろと最新情報を照らし合わせていきながらお話をしていこうかなと思うんですが、また後ほどの動画でエドワーズ投手の抹消についてね、別途解説させていただく予定なんですけれども、やっぱり外国人選手で気になってくるのはマルテ選手、ガンケル投手、まあ、この2人の調整具合ですよね。で、まあ、この2人に関しては調整のためにね、2軍にいるのにもかかわらず雨で全く試合ができていないという状況なんですね。まあ、連日雨続きで2軍戦が全くできず、まあ、どんどん1軍の登録という予定が遅れていく流れになってます。で昨日投げた藤浪投手の来週の起用に関しては、矢野監督がガンケル次第かなというふうな一言を残しました。まあ、その時また藤浪投手を中継ぎに入れるのか、また何かあった時のために先発要員として考えておくのかっていうのは、まあ、不透明なところなんですけれども、まあ、どちらにせよまず気になってくるのはガンケル投手ですよね。でガンケル投手に関しては本来であれば昨日藤浪投手と同じタイミングで2軍戦で投げる予定だったんですね。ただその試合というのも雨で流れてしまって、また調整登板ができなくなりました。でガンケル投手は先週の調整登板も流れていたんで、これで2週連続で雨で2軍戦できなくなってしまってるんですね。まあ、おそらく他のローテーションとの兼ね合いもあって、ガンケル投手が投げるのは木曜日になると思います。まあ、ですので今後のガンケル投手の流れとすれば3つ考えられるかなと思ってて、まず1つ目はまた来週の木曜日まで待って、そこで2軍戦で投げて、まあ、1週間開けて次の木曜日に1軍に上がって登板というのが1つで、2つ目に関しては今日からホークスとの2軍戦遠征になるわけなんですが、そこでまあ3回ぐらい投げて、まあ、金曜日土曜日どっかでちょっとだけ投げて、来週の木曜日に1軍で先発登板で、3つ目はもうぶっつけ本番で来週の1軍登板っていう風な選択肢になるかなと思うんですね。ただ平田2軍監督の今後の投手起用のコメントとかを見ていると、まあ、ガンケル投手を先発で使うよっていう風なコメントはまだないので、まあ、正直ねこれまでガンケル投手の起用法とか、まあ、身長
具合からしてぶっつけ本番は考えにくいのかなということで、まあ、一番可能性があるのがやっぱりまた木曜日まで待ってその次の木曜日っていうね、まあ、一つ目のプランかなというふうに思うんですけど、まあ、ぶっつけで生かすならじゃあもう昨日の段階で投げさせとけよっていうふうになってしまいますから、もちろんガンケル投手の意向を聞いてからにはなると思うんですけれども、まずは来週の木曜日一軍の先発投手をどうするのか、まあ、藤浪投手なのかガンケル投手なのか、それともまた違うピッチャーというのを二軍から持ってくるのか、この辺は注目して見ていきたいなと思います。で、続いてもう一人気になってくるのがマルテ選手ですよね。まあ、正直マルテ選手に関しては別にもう上げてもいけるんじゃないかなという風なレベルだとは思うんですね。まあ、平田二軍監督もマルテに関してはブランクを感じさせないという風な話をしてました。まあ、実際二軍戦でね、いきなりホームラン打ってヒットも打ってフォアボールも選んで、まあ、自分の野球というのができてますからね。まあ、ですので前半戦と変わらないパフォーマンスというのはすでに出せる状態ではあると思うんですけれども、まだやっぱり二軍でフル出場をやってないということなんですね。まあ、ですので一軍でいきなり試合に出て走塁守備もやって、でマルテ選手がねやっぱり足に爆弾を抱えてますんで、まあ、この爆弾が爆発してしまって大きな怪我になるっていうのを避けたいんだと思うんですね。で、そんなマルテ選手なんですけれども、平田二軍監督がこの遠征に連れていくということを明言しました。まあ、筑後の遠征になりますんで、これでおそらくこのドラゴンズ3連戦での昇格はなくなったかなと。で、そこでなんとか試合を消化してもらってフル出場して、まあ、来週の火曜日からの一軍復帰っていうのが、まあ、一番考えやすいプランなのかなというふうに思います。まあ、現在タイガースの一軍も4勝2敗で来てるとはいえ、昨日も2番3番4番でつながりを書いたんですね。やっぱり他の選手がどうこうというよりも、マルテ選手が3番だとフォアボールも選べますんで、何かしら後ろにつながって、まあ、打線というものが作られてくるんですね。で、一発ガツンというのもありますんで、まあ、正直今すぐにでもね帰ってきてほしい戦力ではあると思います。まあ、おそらくガンケル投手とマルテ選手だと先に登録されるのはマルテ選手だと思うんですね。で、昨日の時点でエドワーズ投手を抹消してますんで、枠的には問題ないんですよね。もちろん他の選手の起用法が変わってくるのは間違いないですけれども、マルテ選手が一軍復帰となればすぐにその日からね、まあ、3番ファーストという形で使うことになると思います。さあ、そこで頭を悩ませるのが、今現在ついに本来の姿を取り戻しつつあるロハス選手の使い方ですよね。まあ、先ほどもお話しましたけれども、マルテ選手を一軍に上げても現在の枠的には問題ないんですね。ただ野手3人に加えてアルカンタラ投手、スワレス投手という5人になります。もしスタメンで野手を3枚使うということであれば、どちらかの中継ぎ投手はベンチに入れることができないんですね。まあ、何か異常であったり連投が続いていない限りは、まあ、守護神のスワレス投手を外すことはないと。でもアルカンタラ投手を外し続けるっていうのも、まあ、今現在の中継ぎ事情を考えるとそれも判断が難しくなってくると。なのでチーム事情的に野手3人体制はもちろんロマンがあるんですけれども、そもそもメンバーどうするのっていう風な新しい問題が出てくるんですね。というのも、ファーストマルテ選手、レフトサンズ選手、ライトロハス選手っていう起用法になれば、佐藤選手か大山選手が結局出れないことになるんですね。まあ、今の2人の状態を考えると佐藤選手がサードを守るっていうのが得策だと思うんですけれども、まあ、中継ぎ投手を圧迫して、でここまで打線をいじるかって言われると、これもまたどうかなという風な感じがしますんで、いろいろ考えた時に現実的に野手3人をスタメンで使うっていうのは難しいのかなと。ただスタメンで使うっていうのが一つのポイントで、まあ、正直今の助っ人野手の3人の状態考えていくと、ロハス選手、サンズ選手ともに後半戦6試合でどちらも打率が2割7分2厘なんですね。まあ、ホームラン打点が多いのはサンズ選手、ただコンスタントにヒットが出てるのはロハス選手ということで、まあ、本当難しい状態だと思います。ですのでマルテ選手が帰ってきたら、マルテ選手がよっぽどね状態が落ちてない限りは固定だと思いますし、でロハス選手、サンズ選手をうまくレフトのポジションで使い分けるという形が無難なのかなというふうに感じました。まあ、ですのでロハス選手からすれば、連日続いている雨のおかげで、まあ、一軍でのアピール時期が伸びたというふうな捉え方ができると思うんですね。まあ、このドラゴンズ3連戦でガクッと状態をねまた落としてしまうようなことがあれば、もうガンケル投手の登録を見越して外されることもあるかもしれません。ただ逆にここからさらにブーストをかけて、まあ、左でも右でもサンズ選手よりねいい結果を出すことができれば、一軍に残れる可能性というのはまた高くなると思います。矢野監督も右打席での結果を求めたいっていう風に今コメントをしていて、まあ、昨日ねしっかりタイムリーヒット打ちましたから、まあ、3連戦の最後はね小笠原投手が予想されますし、なんとか両打席で結果を出して一軍に食らいついてほしいですよね。まあ、ここまではその姿勢というのが存分にね結果に現れて、徐々にタイガースファンの見る目が変わってるのは間違いないと思います。ただ個人的にはマルテ選手、サンズ選手を完全に蹴落とせる成績かと言われると、それはまたどうかなという風なところが正直な部分なんで、まあ、さらなる覚醒というところ期待して見ていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、外国人選手事情ね最新情報を照らし合わせていきながら、ガンケル投手、マルテ選手についてお話をしましたけれども、まあ、この二人がどのタイミングで上がってくるのかですよね。で、今の打線の状態を考えていくと、昨日ね佐藤選手がホームラン打ちましたが、今打線のホットラインというのは正直5番6番まあそれ以降の部分だと思うんですね。まあ、梅野選手もいいところでタイムリーヒット出てますから、まあ、佐藤選手は後半戦6試合ものすごく打ってますからね、ホームランもそうなんですけれども、いいところでのヒットもありますし、まあ、このドラゴンズ3連戦誰がどのように活躍してくれるのか、この辺は注目して見ていきたいなと思います。ということで、以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に
に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局、チャンネル登録者12,700人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者13,000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日ソラホーありがとうございました。マルテ選手、ガンケル投手がどのタイミングで上がってくるのか、そして他の外国人選手の起用法はどうなるのか、この辺も注目して引き続き見ていきましょう。ではまた。